はい、今回はですね、ちょっと料理ではないんですが、こちらですね。じゃあ、クッキングシート。オーブンなんか使った料理なんかでね、例えば肉なんか焼くときに、こういうのを敷いてね、この上にお肉を乗せてオーブンで焼いたりするんですけど、よくね、料理なんかでね、このクッキングシートを使って落とし蓋を作る料理番組なんかでね、よく出てきますけど、これのね、作り方を知らないという人がいたのでね、ちょっとやってみたいと思います。簡単なんで、これまずこう、折っていくんですけど、こういう風にね、四角にします。ここを中心に折っていきますね。こうって。あんまりそんなきっちりはなくていいです。もう適当でいいです。こういう風に。これぐらいでいいですかね。もう一回ぐらい折ってもいいですけど。そしてね、ここのね、先っちょをちょっと切り落とします。1センチほどね。そして何かこう、煮物をする時の鍋ですね。例えばここで、煮魚を作るとかなるところね、このお鍋の中心あたりにここを合わせますね。そしてこの鍋より少し小さめのとこ、1センチぐらい中のところで切り落とします。はい。そしてこれを広げるんですね。そうするとこう即席で落とし蓋が作れる。このやり方だとね、どんな鍋の大きさでもね、合わせて切れば、どの鍋でもぴったり合いますんで。これがね、クッキングシートを使った落とし蓋の作り方です。以上です。